リズ、俺と二人で行ってほしいところがあるって言うからついてきたけど、何このジメジメした感じのとこは。そう言うなよ。刻印の一族にとっては神聖な場所だったと思うぜ。で、本当にここはどこなの？ここはオブシディア城の地下で、この場所に新たなダンジョンが見つかったんだよ。そういうことね。あ、そうじゃないかなとは思ったけど。リズ、ダメなのか？あ、違う違う、私行けるよ、もちろん行く。本当か、助かる。いや、そういえばアスナから大体の話は聞いてたわ。あんたと二人きりでダンジョンに潜ったんでしょ？そうなんだ。この迷宮は二人一組でないといけなくてさ。だからリズに頼もうと思ってたんだよ。そういうことね。いや、私を頼るなんてさすがね。任せといてよ。リズと二人だと心強いしな。の話だと、迷宮に潜ってさ、その後そのなんか儀式とかするん、 なんかドレスに着替えるとかどうとか、一晩一緒に明かすとかなんとか。ああ、そこまで聞いてるのなら話は早いな。リズだったらその点は間違いないだろう。自覚にも程があるでしょうが。ん？何か言ったか？うん、なんでもない、なんでもない。よかった。じゃ、早速行こうか。やっぱ、ちょい待ち。あ、どうした？何か忘れ物でもあったとか。あ、用事があるなら別…そうじゃなくて、なんていうの、ほら、心の準備ってやつよ。あ、そうか、確かにそういうのは大事だよな。うん、よし、気合入った。お待たせ。もう大丈夫なのか？大丈夫、大丈夫。さあ、行きましょう、キリト。ああ、わかった。こっちだ。これが入り口なの？なあ、その装置に二人一緒に立つと迷宮内へワープするって感じだ。なるほどね、二人一緒に。行けそうか、リズ？ええ、もちろん行きましょう、キリト。よし、せーので同時に装置の上に立つぞ。オッケー、せーの。よし、大丈夫みたいだな。ああ、
の城の地下にこんな迷宮が広がってたんだ。ああ、この先へ進むと最初の仕掛けがある。ついてきてくれ。ああ、ちょっと待ちなさいよ。あった。あれ、何か違うような。もうハイペースで進まないでよ。こっちはこの迷宮に来るのは初めてなんだからさ。で、どうしたのキリト。いや、アスナと一緒にここへ来た時とちょっと変わってるんだ。ものよ、炎熱、ほにゃらら、回転、3つのここ、なにこれ、ほにゃららのところがすり減っててよく読めないわ。参ったな。4つの刻印のうち3つを使って進む迷宮なんだけど、そのそれじゃあアスナと来た時はこの文字ははっきりと読めたってわけ？ああ、そうなんだ。挑む人間が変わればギミックも変わるってことか。何よそれ、ずるくない？ラースの職員も攻略する人間のことを少しは配慮しなさいよ。いやいや、全く同じギミックじゃすぐにクリアできるからな。入るたびに内容が変わるのは当然といえば当然なのかも。しょうがないわね。あ、そうだ、4種類の刻印全部使えばそのうちなんとかなるんじゃない？まあそうなんだけど、答えを間違えると行き止まりになってるみたいなんだ。ああ、そりゃそっか。しゃあない、真面目にやりましょうか。さて、扉が4つだ。それ回転、崩壊、炎熱、歪曲か。書かれてた警告文は炎熱と回転、あとはジョーカーよね。なるほど、リズはそう考えるのか。まあね、どうせ外れたってまたここに戻ってくるだけでしょ。最初は肝心だけど、あんま時間取るのもバカらし。どの扉を選ぶかはあんたに任せるわ。わかった。さて、最初はどの扉を開こうか。解除。
りゃ刻印を間違えたな。どうしたの？行き止まり？ああ、そうみたいだ。扉を選び間違えたらしい。まあ、しょうがないわよ。じゃあ、最初の部屋まで引き返すんでしょ？なあ、戻って選び直したな。どんまいどんまい。あと、刻印の力を祭壇で装填するのも忘れないようにね。なあ、わかった。よし、開いたぞ。何も出てこないな。多分だけど、正解の扉を選んだと思う。あ、そうなの？やったじゃない。まあ正解にせよ、この先に何かしら待ち構えているけどな。構わないわ、私もいるんだし、この調子でどんどん先へ進みましょう。また同じ碑文があるな。刻印に認められし者よ、炎熱うにゃらら。かいさっき炎熱の刻印を使っちゃったでしょ。ってことは回転か。そうなるな。また似た。これってジョーカーをいつ切るかが勝負じゃない？私なら2番目は無難にジョーカー以外を切るわ。要するに回転がここでの正解じゃないかしら。おお、なるほどね。ああ、私が選ぶとしたらってことよ。最終的な判断はキリトに任せ。ああ、わかった。また同じ碑文だな。刻印に認められし者よ、炎熱ほにゃらら回転。
ぱり一字一句同じか。一つ目が炎熱でしょ、さっきの二つ目で回転、残るよく見たら読めないかしら。そんな適当な。なんか見えたかも。本当か？あれ、もう見えない。さっきは見えた気がしたんだけどな。それで何か見えたのか？歪曲ね、うっすら歪曲って書いているように見えたわ。あ、でも一瞬そう見えただけだから違うかもしれないわよ。まあどちらにしろ最後の選択はキリト、あんたに任せるわ。ああ、わかった。さ、これまでとは雰囲気が違うわね、キリト。ああ、この先に強敵がいる。え、強敵？だったら気を引き締めないと。でも、俺たちなら大丈夫だ、リズ。行く。もちろんやるわよ。さあ、行きましょう。ふっ、よし。もらった。
だいぶ進んだな。そうなのね、よかった。こんだけ広いからどんだけ歩かされるのかと思ったわ。ボスの部屋までもう少しだから少し一休みするか。賛成。ねえキリト、この迷宮ってどうして二人きりで挑むような仕組みなのかしら。まあそうだな、考えてみたけど迷宮そのものはラースの職員が作ったんだと思う。けどどうして急に出てきたのかは分からないな。アスナから聞いた話だと、なんかドレスを着せられたりあれこれと。ああその通りだ。ってことはなんかこう二人の仲を取り持つみたいな、そのためにこの迷宮を作ったってことかしら。まあそうだな、仲の悪い二人が入ったりしたら奥へ進むことは難しいだろうし。でしょ、やっぱり仲のいい二人でないとダメってことよね。あるわよね、そういう二人の絆を示せみたいなさ。あ、その意見案外正解かもな。うん、そっかそっか。うん、私頑張るよ。助かる。このダンジョン攻略にはリズの協力が必要だ。そろそろ行こっか。あ、もういいのか。うん、なんか元気出てきたから。この先にボスが出てくるんだ。本当にこれが最後なの？多分な。行けるか、リズ。任せといて。いつでも行けるわ。よし、行くぞ。
すがにボスは手強かったな。ほんとギリギリだったわね。そっちは大丈夫だった？あ、問題ない。これでバトルは最後のはずだ。さすがにもう一度さっきみたいなのと戦うとか勘弁してよ。でもこの先に肝心な儀式の間があるから、まだ全部終わったわけじゃない。ああそうだった、そうよね、そのためにここまで来たんだもんね。うん。リズ、こっちだ。え、あ、もう行くの？ちょっと待ちなさいよ。何これ？大丈夫だリズ、危険はない。キリト、一体どうなってんのよ。もう大丈夫だ。はっ、何なの？これってまさか。なあ、この儀式の間に入るとこうやって着替えさせられるんだ。そっか。てか知ってんならあらかじめ教えなさいよ。びっくりしたじゃないの。あれ、てっきりアスナから話を聞いていたと思ったけど。いやいや、大まかには聞いてたけど。あの子、まさかわざとこのこと言わなかったの？え、アスナと何かあったのか？ああ、なんでもない。いや、まあ驚いたけど、まあ悪くないんじゃない？ああ、似合ってるぜリズ。あんたもね。ありがとう。正直ちょっと恥ずかしいけど、儀式をやる間はこの格好のままだから慣れないとな。はあ、なるほどね。私は結構、いや、かなりいいと思う。気に入ってくれて何よりだ。まだ肝心の儀式があるからな。この格好なんだ。あ、乗り気みたいだなリズ。え、いや、儀式のためなんだからこれは仕方ないわ。儀式のためだもん、仕方ないわ。この装置の前で儀式をするんだ。あ、ちょっと待って、
ドレスが意外に歩きにくくて。で、どうするわけ？装置に手形みたいなへこみがあるだろ。左右に一つずつ。そうね。そのへこみから上に向かってセンサーが出てるから、二人一緒に手をかざすんだ。リズはそっちに立ってみてくれ。オッケー、これでいい？なあ、そこでいい。それで俺はこっちと。じゃあリズ、数を数えるから1、2の3で同時に手を。分かったわ。じゃあ行くぞ。1、2の3。安心しろリズ、手はもう離していいぞ。わかったわ。よし、この宝石を一旦持ち帰ろう。この卵みたいなのが、絆の洋卵？ああ、その通りだ。中にはリソースの塊が詰まっているらしい。へえ、これを持ち帰るのよね。なあ、この絆の洋卵に俺とリスで思いを込めるって儀式が必要なんだ。うん、あ、そっか、そういうことなんだ。大丈夫かリス？大丈夫、平気平気。アスナから大体の話は聞いてるから。そうか。よし、無事に儀式の間からは出てこれたぞ。あれ？そっか、あの衣装って外へ出ると元に戻っちゃうのね。またあの儀式の前戻れば同じ衣装に着替えられるぞ。いいじゃないの。またあの服装でキリトと向かい合い、見つめ合うことになるのね。そうだな。あ、なんか反応が薄い。あんた、私と一緒で嬉しくないの？そんなことはないぞ。あ、リズと一緒に来られて嬉しいな。なんか嘘っぽいけど、ま、よしとしましょう。キリト。ああ、リズの方こそ。リズ、この後はこの持ち帰った絆の洋卵を使って俺と儀式をするんだ。
キリトと一緒に思いを込めるんだっけ。ああ、そっか、そうよね。なるほど、これがアスナの言って。リズ、大丈夫か。ひょっとして疲れてるとか。大丈夫。まあまあ、大体の話は聞いてるし、こっちは平気だから。キリト、あんたの準備が整ったら私。わかった、そうするよ。改めて見るけど、これが絆の溶卵か。どうだリズ、持ってみた感じは。そうね、やっぱ見た目より重たいかな。あとシンプルってほどでもないし、主張しすぎないデザインよね。細かいところも丹念に作ってあって。なるほど、リズらしい意見だな。あとアスナも言ってたけど、これ自体少し熱を帯びてるみたいね。持ってると暖く。ああ、多分だけど中に込められたリソースのせいじゃないかな。ああ、そっか、やっぱり。これを浮かさせて中身を解放すればきっといいことが起きるはずなんだ。いいことって具体的にどんなことが。あ、いや、俺もその辺はよくわからない。なんだ、あんたも分かってないんだけど、大事なものなんでしょ。いいわ、あんたと私で。そうだな。それにしてもこうしてるとなんか。何をだ。まだアインクラッドにいた頃よ、あんたと二人でこうして寝っ転がってた時のこと。はあ、竜のトイレで一晩明かした時か。懐かしいな。そうそう、ってその言い方はやめてよね。あの頃はこんな風に屋根もベッドもなかったけど、あんたが最初に私の店へ来た時はお金持ってなさそうだし、後払いにしてくれとか言われたらどうしようって思って。え、俺ってそんなに怪しいやつに思われてたのか。私は攻略組じゃなかったから、ビーターって呼ばれてたあんたの顔も知らなかったもの。ああ、今となってはそのあだ名も懐かしい。ぱっと見じゃあ今より幼かったし、ぶっちゃけとても高レベルプレイヤーには見えなかったわ。あとあの頃のあんたって今よりすっごく不愛想だったわよ。人を近づけないオーラを漂わせてたし。そんなに。そんなによ。アスナや私たちとつるむようになってからようやく人並みになったってくらいね。あんたも心当たりあるでしょ。そう言われると返す言葉もありません。むしろ感謝してほしいくらいね。あ、こんな無駄話じゃ思いを込められないわね。いや、互いの思い出を語り合ったりして思いを込めるのもいいって宿には書いてあったらしい。ああ、そうなのね。思い出話ね。気がつけばよくこんな遠いところまで来られたものね。本当だな、
リズたちがハイレベルアカウントで助けに来てくれてすごく助かったし。そう？アリスやユージオってすんごく強い仲間がいたから、あたしらの入る余地なんてなかったんじゃ。いやいや、そんなことないって。それにリズはスーパーアカウント、神様の格好でもピンチを。あ、まあ、かっこよかったぜ、火の神イグニアの登場。照れるじゃないの。まあちょっといい気分だったのは事実かも。本当、出会った頃からリズにはずっと世話になりっぱなしだったな。ちょっとこれ、絆の妖卵一緒に。ああいいけど、どうしたんだ。一緒に触ればそれだけ思いも込めやすいとは。ああなるほどな。やっぱり本当だ、絆の妖卵ってこんなにも温かいんだな。何かおかしいのか。うん、暖かい場所っていろいろあるなって。いえ、なんでもない。ねえ、しばらくこうしててもいい？あ、朝か。ようやく起きたの、キリト。おはよう。おはよう、リズ。すま、寝坊したか。いいのよ、私が早く目が覚めちゃっただけ。てかさ、あんたすっごくいい寝顔だったわよ。起こすのも悪い気がしてさ。あ、そうなのか。いや、何か夢でも見てたような。どんな夢よ。なんだろうな、とにかく雰囲気のいい店でみんなで楽しそうに笑ってたような。へえ、雰囲気のいい店ね。ああ、多分だけど、リズもアスナもみんないたような気がする。キリト、準備ができたら出かけるわよ。あ、どこへ。決まってるでしょ、絆の妖卵を返しに行かないと。ああ、そういえばそうだった。ぼーっとしてないで、顔でも洗ってきなさい。ああ。リズ、こっちは準備万端だ。いつでも行けるぜ。オッケー。じゃあ二人で絆の妖卵を返しに行きましょう。そうだな。もう一度儀式の前行こう。扉が閉まってるな。やっぱり
同じ試練をもう一度クリアしないといけないのか。この碑文までこの前来た時と一緒ね。どうする？もう一度挑むか、もしくは朝の時はこっちの魔法陣をくぐればボスの前までショートカットできたんだ。ああ、そういうことね。じゃあ近道すれば楽ちんじゃん。いや、その通りなんだが注意書きがあるだろ。なになに？刻印に認められし者よ、急がばこの。つまり近道はできるんだが最後のボスが強くなる。どうすんの、キリトは。剣術に行くんならもう一度同じ試練に挑むだな。近道すれば時間は短縮できるが、それだけボスも強くなる。なんか楽しそうね。私はあんたの判断に任せるわ。わかった。ボスの前まで直行だ。本当ね、やっぱり早いわね。ただし問題はここからだ。ボスは最初に戦った時よりもかなり強。その割には嬉しそうじゃない？そうかな。でも時間が短縮できたんだ。ここも一気に片付ける。はいはい、私もついてくわ。よし、行くぞ、リス。
ああそうだ、儀式の間ではこの衣装に強制着替えってことだからな。ああそっかそっか、まだちょっと慣れないかなって。そうなのか、似合ってるのにそのドレス。え？ああそう。ありがとう。うれし、あんたのその格好、格好いいわよ。ありがとう。さあさっさと儀式を始めましょうよね。ああわかった、始めようか。じゃあ儀式を始めよう。アスナから大体の内容は聞いてるわ。確か装置に絆の溶卵をはめ込むんでしょ。ああその通りだ。でこれが、うわっ、うわっ、なになに、めっちゃ光ってる。リズと二人で思いを込めただろ。多分この光は十分に思いを込めたって証だと思う。なるほどね。リズ、この光ってるのをへこんだ箇所の一つに置くんだ。わかったわ。よし、これでいいぞ。キリト、宝石の内側からすごい光が溢れてるんだけど、本当に大丈夫なの？ああ、安心していい。次の段階に行くぞ。次の段階って何するの？この装置に二人で手をかざしたまま互いに誓い合う式句を言うんだ。手をかざす。ああこのへこみの上でいいのね。そうだ、それでいい。じゃあ俺が先に言うから、リズは同じことを続けていってくれ。わかったわ。リズ、じゃあ始めるぞ。わかったわ、キリト。あんたの言う言葉と私が同じことを言うだけなのね。そうだ。あ、でも俺が名前を言うところがあるけど、そこはリズの。わかった。始めちゃって。ああ、俺キリトは刻印の試練を彼女リズベットと共に乗り越え。私の番ね。私は、リズベットは刻印の試練を。俺はこの先苦しいことや辛い出来事でもリズベット、私はこの先いつか天を覆うこの暗雲が晴れ渡るその日まで、いつか最後は誓います。you
し、これで終わりだ。あ、そっか、私の衣装このままなんだ。へえ、なんか嬉しいわね。リズ嬉しそうだな。そりゃ女の子だもん、嬉しいに決まってるじゃない。改めてその衣装すごく似合ってるよ。ありがとう。え、何がさ。だって私だけドレスをもらえて、あんたの衣装は後回しみたいだし。ああ、そういうことか。俺はあの部屋で着るので十分だよ。そうなの？どうせなら衣装を2人でもらって終わりたかったかなって。そうか。でもリスだけでも衣装をもらえたんだ。素直に喜んでいいと思うぜ。そうね、大切にするわね、この衣装。お疲れ、リズ。ここまで付き合ってくれてさ。な、何言ってんのよ。こっちこそ。お疲れ様、キリ。もう帰ってきちゃったんだね。あ、そうだけど、何かやり残したことでもあったか？あ、うん、そうじゃないんだけど。なんか、あんたと二人きりで冒険するの久し…ああ、そういうことか。ねえ、キリト、また二人で来ようか。あ、それいいな。約束よ。